どうもこんにちは、本日なんですけども、今日は僕が8年間勤めたスターバックスコーヒーを辞めて、なんで独立しようと思ったかっていうお話をしていこうかなと思います。で、最初にお伝えしておくと、僕の最終的なキャリアは、いわゆる副店長ですね、アシスタントストアマネージャーっていう、まあ、社員で副店長で、店長になる研修はもう終わっていて、もう少しで店長になれるっていうところまで来てました。店長になればもちろん給料もいいですし、当時僕はもう社員の頃入籍していたので、もちろんそのままスターバックスコーヒーでね、社員として働いた方が、まあ世間一般から見たら安泰なんじゃないかっていう意見が多いと思うんですけども、じゃあなんでそんな中辞めたのかっていうのが、まあ個人的な理由として大きく分けて3つありました。で、今回はその3つを順番にお話ししていこうと思います。よかったら最後までご視聴よろしくお願いします。ちょっと今日入れたコーヒーをね、飲みながらお話ししていきます。美味しい。3つある理由のうちの1つ目なんですけども、体力に自信がなかったっていうことですね。これは本当に情けない話、僕結構体が弱いっていうのもあって、スターバックスコーヒーの肺オペレーションっていうのが、まあ、これから年を重ねるにつれてどんどん難しくなっていくんじゃないかということをちょっと思いまして、スターバックスって皆さん知ってる通り、新作が発売する週末とかはもう激混みするわけですよ。通常のまあアルバイトのバリスタ業務ですらかなりハードな仕事なんですけども、それに加えて社員になるとシフトの作成、まあ、シフトの管理とか、そういうアルバイトの育成とか、四半期ごとに、お店のプランニングを考えたりとか、まあいろいろ業務がプラスアルファで多岐にわたるわけですね。そこでさらに店長ってなると、もうそのお店のトップになるので、そのたくさんの方々、まあ、お客様も含めたたくさんの方々のいろんな責任を背負うことになるというわけですね。そういったハードな仕事プラス責任感を負いながら、僕は60歳までこのままキャリアを積んで、果たして元気でいられるのかということをちょっと思って、ここはかなり不安な面ではありましたね。自分の体力的にこれから50、60になってお店に立っている姿が自分としてはあんまり想像できなくて、でそれもあって、あ、スターバックスは僕がずっと働く職場ではないのかなっていう風に踏ん切りをつけたっていうのは一つ理由としてあります。もちろんこれはスターバックスコーヒーがブラックかっていうとそういうわけでは決してなくて、社員でも休みは月に10日しっかりありますし、ちゃんと希望期を出せば、土日とかでもどこかしらは休みが取れたりして、かなり飲食店として働きやすい職場ではあるので、本当に個人的に体力がそこに追いつかなかったっていう理由で辞めることを決心したっていう感じですね。2つ目の理由、ここは個人的に結構大きいんですけども、自分の理想の追求ですね。スターバックスコーヒーで真っ先に思い浮かぶのって皆さん何ですかね、まあ、フラペチーノとかコーヒーとかいろいろあると思うんですけども、僕は人の魅力がすごいあると思って、かなりホスピタリティが高いお店ですよね。常に明るくハキハキと、でどのお客様にもフレンドリーに接するっていうのがスターバックスコーヒーの接客の素晴らしさかなと思います。それに対して僕はまあこのような感じなんで、ハキハキとめちゃくちゃ声を張り上げて、でどのお客様にも会話を話しかけるみたいないう感じじゃないんですよね。なのでまあアルバイトの頃からずっとまあ社員に至ってからも、店長とかからもっと声を出せと、でハキハキ喋って、でさらに、どのお客様にもどんどん自分から声をかけなよと、それはすごいフィードバックをずっと受けてて、頑張ってはいたもののやっぱりなかなか変われなかったっていうのがすごいね、働いてるうちの悩みの種でございました。そのフィードバックを受けて、受け続けてここまで来た時に、あれちょっと待てよ、これはなんか自分の追い求めてる理想の接客とはちょっと違うのかもしれないぞと思って、これは本当にどちらが正しいかっていうわけじゃなくて、スターバックスコーヒーはかなり大手ですし、店舗数もかなり
たくさんあるので、ハキハキ明るくフレンドリーでっていうのと、あとはある程度一定水準を保ったみんなレベルの高い接客スキルというのはかなり求められるんですよね。大手としては絶対必要なことではあるんですけども、僕が追い求めてる接客で、僕がお店に行った時にああいいなって思う接客っていうのがあって、僕自身も大事にしていたことなんですけども、まあ、お客様のニーズを察して、で全てのお客様に平等に、まあ、フラットに接するっていうことですね。お客様の本当にニーズを察して動くっていうことをすごく重要にしてて、で常にフラットでいるっていうこともかなり重要なことかなと思って、僕はそこを大事に働いていたんですね。この考え方とスターバックスで働くパートナーの接客、まあ、スターバックスの理想とするパートナーの接客と、そこにちょっとズレがあるかなと思って、でじゃあ自分の理想を追い求めるとするのであれば、やっぱり独立して働くしか方法はないなと思って、で意を決して辞めるっていう選択を取ったっていうのがまず2つ目の理由ですね。まあ、もちろんその理想の追求っていう中には、その接客だけじゃなくて、例えばメニュー1つ取ってもスターバックスはもう決められたメニューが上の方から降りてきて、それをみんなで頑張ってこう訴求していくんですけども、それも一から自分で考えて、この時期はこのケーキ、この時期はこのコーヒーと出そうみたいないうのも自分でやっぱり考えてやりたかったですし、そういう自分の理想をとことん追い求めるとしたら、やっぱり究極自分で自己表現として、まあお店をやるのが一番いいなと思って、それで僕は辞めることを決心したっていうのは、かなり個人的には大きな理由の一つでしたね。3つ目の理由なんですけども、自分一人で、チャレンジしてみたかったっていうのはありますね。まあ、2番目の話ともちょっと被るんですけども、僕はスタバの社員として目指している接客に追いつくために、どん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 こうフィードバックをねされてきたんですけども、それがね結構辛かった時期があって、まあフィードバックしている側はもちろん正しくって、全然間違ったことを言ってるわけじゃないんですよ。もう会社としてのその求める人材にならなければいけないんで、それは言われて当然のことなんですけども、やっぱり結構、まあ、それでも辛い時期があって、でなんとなくこう人格を否定されてるみたいな気分になっちゃったんですよね。自分はまあこういう性格でこういうことを大事にしているけど、やっぱりスターバックスで求めてるのはこうだから、それは違うよっていうのをこう言われ続けてきたので、やっぱりこう、なんか自分ってダメなのかなって思ったり、なんか自分をすごく否定されてるような気分になっちゃった時期もありました。そういう時にふと思ったのが、スターバックスの枠組みの中、会社の枠組みの中ではこうやって合わないみたいな感じでフィードバックされているけど、じゃあ僕のこの性格とかこの接客を求めてくれている人って、スターバックスの外、まあ、社会、一般的な社会に出た時にそれを求めてる人がいるんじゃないかっていうのはちょっと思ったんですよね。まあ、僕自身も元気でハキハキっていう接客よりはちょっと静かなところで誰にでもフラットに接するみたいないう接客がすごい好きだったので、これは社会に出た時に果たして僕のこのやり方っていうのはどこまで通用するんだということをちょっと思って、それでちょっと試してみたいというか、自分の中の正解が、まあ、なんていうんだろう、正しいのかどうかみたいなのをチャレンジしてみたかったっていうのはすごくあったんですね。まあ、そうやって自分を貫いたとしても、それを良しとして分かってくれる方がちょっとでもいれば、僕はそれで幸せだなと思ったし、まあ、そうやって人生を豊かにしていきたいなと思ったので、自分一人でチャレンジしようって決心したわけですね。自分でお店を持つっていうことは自己表現ですから、自分でお店を持って、で接客から店構えからメニューから全て自分の基準でやってみて、まあ、今の社会の中で、まあ、僕のやりたいことはどこまで通用するのかと、じゃあちょっとチャレンジして試してみようということで決心して辞めたっていう経緯もありますね。まあ、以上3つの点から僕はスターバックスコーヒーを辞めて、こうやって独立してカフェを開業したわけですね。で独立した今、独立してから3年4年ぐらい経つのかな、4年目ですね。でお店を開けてからちょうど1年ちょっとぐらい経つんですけども、未だに正解は分からないですね。その正解を決めるのはお客様だと思うんで、
まあうちのお店が売り上げがしっかり立って、僕お店を好きで来てくれる方が多ければ多いほど、やっぱり独立してよかったなって思うし、僕が考えていたことが間違いじゃなかったんだなっていうのが結果として見えるので、もちろんそういうのを決めるのは僕自身じゃなくてお客様なんですけども、まあ今の時点でまあしっかりと生活できているし、お客様が今のところはついてきてくれてるかなと思うんで、まあ、僕のやってることも間違いではなかったかなっていう証明の一つにはなったかなとは思ってます。でもまだまだこれからのお店なので、これからもね応援していただければ嬉しいですね。まあ、最後に、これは絶対伝えておきたいのが、スターバックスコーヒーで働いたことを僕はすごく誇りに思っているし、嫌で嫌いで辞めたわけでは決してないっていうことですね。もう尊敬する店長さんもたくさんいましたし、まだちょっとこの人の下で働きたかったなっていう方もいます。もしかしたらその人の下でずっと働いていたら、まだ僕はスターバックスで働いている可能性もあるんですけども、まあ、それぐらい魅力的な会社なので、全然辞めたことはもちろん後悔してないですけど、スタバで働いたことも全く後悔してないです。今お店を開けてみて、スターバックスで働いてためになったことっていうのがもうめちゃくちゃあるんですよ。オペレーション一つにとっても、衛生管理一つにとっても、これはスターバックスで働かなかったら絶対身につかなかったなっていうことがかなり身についているので、やっぱりねこうカフェを開業する上でスターバックスで働いた経験っていうのはめちゃくちゃ生きてます。本当に働いてよかったなと思う職場ですね。なんですけど、やっぱりまあ今まで話したね、今日話した3つの理由で僕は辞めることを決心してこうやって独立をしたわけですね。まあ、それは考え方人それぞれで、ずっとスターバックスで働きたいという方もいれば、独立した方がいいという方もいると思うので、そこは人それぞれのこう人生が豊かになる方法で進んでいくべきかなとは思います。というわけで今回の動画は以上ですね。本日も最後までご視聴いただいた皆様ありがとうございます。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。